いくよあ、そうそうそう、こんな感じ。あ、いいと思う。というわけで、ただいま、ほぼ12時ちょうどです。登ってみよう。展望台まで。ほら、見て。ちゃんとコースを確認して。汚ねえなぁ。やっと始まったのに、汚い。30歳男性2人が何分ぐらいでこうおしゃべりしながら登れるのか。こんだけ気持ちが良かったら登りたいっすよ。そうね。うん、また蜂とか出てくるんじゃないの、うん、絶対間違いない。戻ろう。やば。やばこれ、マジか。さっと登れる分ちょっと急かもしれんね。これだって本当一歩足滑らしたら結構やばいやつでしょ。子供はこれんよ。登山の醍醐味はきついきつい、あーあーあーってこう文句言い寄って頂上に行った時の全てが報われる組織の感じやろ。ああ。だからいくらでもやっていい。ああ、きつい。10分ぐらいがまだ。本当に？本当。山頂フルジグーシ遊歩道を展望台に行きたいんだけど、多分これかな。これでしょ、山頂やから。うん。こっち行ってみるか。マジか。なんか俺の知ってる展望台の位置と違う気がするんだけど。一回胸かったのですよ。変な山を学生の時に登りましたよね。ずいずい行って。一番上で全裸の。そう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 。マジでさ、ここ来たことないんだけど大丈夫かな。宮地岳神社古宮の由緒。これか。なんかすごそうだね。展望台。マジで言っていい？はい、本当に違う。ここちょっとここの先に行くのやめて戻ろう。分かれ道に。展望台行くにはこれを目印に行った方がいいね。これがいいね。こっち覚えがある俺。こっちやった。やっぱり。こんにちは。こんにちは。こんにちは。合ってるっぽいぞ。こんにちは。こんにちは。リンクしてる。ちょっと気が触れたかと思うけん、突然走り出さんで怖い。日頃仕事してないから力が有り余ってるんですよ。すごい。すごい光が。あ、そこで。確かに気持ちがいい。いいね。すごい、こう光が。うわ、すごい。5位ない。もうすごい。ないけどその分伝わってくる。気持ちいい。気持ちいいね。うん、もう光が。5位かな。日光。日光がね。あ、詳しくありがとう。日光が太陽光。夜かなって思う人がおるかもしれないね。紫外線。紫外線ちょっとだんだん怪しくなってきた。赤外線。赤外線ではない。なんかほら光。わ、すごい。海。これが本当の光の道よ。うん。え、うん、あれはもう表も表の表もうスキン。お、嘘よ、あれは嘘。おお、普通に綺麗やな。あのベンチで休憩できる。山頂じゃない。いい感じだね。うん、光の道って感じ。めっちゃいいよ。ここから座って見渡して振り向いていいですか。いいよ。しゃ、わー。おー、おー、すごい。海いいね。普通にヤフオクドーム見える。あれが光の道か。じゃあ全然違う。あれ違う。あれなんだ、あれ935線じゃん。あれが935線か。もうちょいよ。もうちょい。ここまで来たらちょちょいのちょい。令和初休日かもしれん。
マジか。俺今日令和初ジーパンっすよ。それは光栄です。令和初。あんまりでも時間とか言わん方がいいんじゃないっすけ。そうか、出るの2年後とかでしょこれ。タイムラグ。2年間ジーパン履いてないだけだな。あれ着いた、やっと嵐山の頂上。250m でちょっとしょぼい気がするけんね。隣に2って書き足そう。確か展望台目の前だった気がするよ。ああでも気持ちいい。気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。あ、ここや神社は。コンピラ神社。わっしょいわっしょいわっしょい。コンピラ関係。約1時間経って展望台。あ、階段がある。なんで展望台下るん。ほら、ちゃんとここが大事よ、頭の位置。いくよー。どう、いい感じの景色見えてる。めっちゃいい、もうなんか海と、もう光が楽しみだ。グッドライト。楽しみだ、それ。グッドライト。うちも見える。あれ沖ノ島じゃない？ちょ GoPro、ミスター GoPro。あれ奥のあれ。沖縄？いや沖ノ島、うん。沖ノ島知らずにツヤツヤツヤ咲きしてる。世界遺産のガチだよ。おこのまま横になったらね、空の青いのがすごく。赤があるから青さも入るし。ああった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 。というわけでね、宮地岳神社から後ろの山を登ってみました。うん、50分でした。まあちょっと迷いもしましたけど、それはまあぜひここ、とってもいい景色のとこ来てみてください。みたこの夕日が沈んでいくのもここから見えるんだけど、やばいね。もうすごいやばいんだけど、その後気をつけてほしいのは沈んだ後夜になるってこと。ああ、真っ暗になるから。朝までいればいいじゃないですか。それだけ。